これ、まさか。なんか言え、ふてぶてしいやつめ。おや、祖母、なんだお前は玲子の孫か。なるほど、よく見れば男だ。玲子はあやかし者を相手にし始めた。友人帳を知っているかい？それを渡せ、友人帳を。よこせ。早く、私は出せ。友人帳も出せ。お前、ここの居候か。うるさいな、にゃんこのくせに。違うわ、体がこの形に慣れてしまっただけだ。そんなに危険なものなのか。なんだ、何も知らんのか。つまり友人帳を手に入れるな、危険だろ。ってことはにゃんこ先生もこれに乗ってるのか。乗っておるわ。お前危ないぞ。はい。うわっ、にゃんこ先生。どこへ行く気だ。なぜだ、人間のくせにあやかし者の上に立つつもりか。そんなわけないだろう。友人帳をよこせ。ダメだ。祖母は人とうまく付き合えなかったらしい。覚えている人もほとんどいないんだ。名前だよ、妖怪たちに返してやりたいんだ。アホ、やめろ、もったいない。平気だよ。よかろう、見届けよ。ありがとう。一緒にするな、低級めが。お前、うそろ。そして二度と我が前に姿を現すな。ひどいやつだったろ。妖怪のことは相変わらず好きにはなれない。にゃんこ先生、あれはお前のような低級のあやかし者が扱える代物ではない。あ、よこらせ。ありがとう先生。なんだ、また名前を返してやったのか。まあな。まったく余計なことを。うわ、あれ、お前よく見れば梅雨髪のジジイじゃないか。え、本当だ、ぴったりくっついておる。これ米粒だな。米粒、燃やせば灰になってしまう。そうだった、すまない。梅雨髪、私の名前を返してくれ。あらあら、ありがとう。あ、いえ。こういう時もう少し気が利いた受け答えができれば。梅雨髪って名前だけじゃなく本当の神様だったのか。梅雨神様。この前会った時は人間ぐらいあったぞ。今では人の足も途絶えた。花さんって言うんだ。今やここに拝みに来てくれるたった一人の人間。いや、本当にこいつなのか。我ながらよくかけておる。なんだ、眠そうだな。創作疲れか。まあね。お前昨夜うなされておったな。先生が重かったんだよ。妖怪に言われたくない。間違いないんだな。こやつだ、向こうから現れおったわ。全然似てないじゃないか。夏目。夏目。山には仲間もいる。人間なんかと縁が切れてあいつもせいせいしてる。ああ、花さんが言ってしまったんだ。うん、どうした。夏目。ああ、こら、何をする、もったいない。にゃん、待て、まんじゅう泥棒。私のまんじゅうだ。やった、今。にゃんこ先生、どこ行ってたんだ。ちょっとね、また名前を返すのか。くそ、ますます友人帳が薄くなるではないか。私は人間を懲らしめるのは得意分野だぞ。ややこしくなるから先生は黙って。まだいるぞ先生。いるな、夏目。いつも突然強力な霊波を放ってくるので近寄れず、姿はよく見えぬのです。違う、にゃんこ先生。こら、違うぞ。セクシーな腹踊りのことだ。捕まれ。何が。みんな消されてしまったのか。いびって逃げただけだ。そうか、よかった。あっしゃい、おっしゃい、あっしゃい、あっしゃい。あれは、だとしたら俺にとって初めての仲間だけど。そう先生。やれやれ。ん、何隠る。良いことはしとくもんだな。夏目、先生は黙っててくれ。夏目、命令しろ。奴の名を。止まれ、ミスザー。バカ者が。友人帳に名がある以上、命令さえすれば済むこと。匂いに間違いはございません。そうか、
君、まあ一応こまめにお清めをして回っている次第なのです。気休めですが、ひょっとして君は見えるのですか？何か話したいことがあればいつでもいらっしゃい。なんだかんだ言ってあやかしびきだな、お前は。別にひいきしたってわけじゃない。なんでついてくるんだよ。お前は本当に世話が焼けるな。なんだと。わかったわかった。さあ、いるとすればこの私に気配を感じさせないことができるほどのやつだな。こいつあやかし者ではなかったか。ダメだ。安心しろ、にゃんこ先生。面倒だからさっさと帰るぞ。夏目くん。頼む。お前どうする気だ。霊子の遺品なんか開けて何をやっておるのだ。意味わからん。やっと来たか、遅いぞ。にゃんこ先生。しかし霊子はなんでまた。にゃ、霊子だ、やっと来てくれたんだね。あ、こら勘違いするな。今は何を言っても無駄だな。でけむくじゃら。お前は霊子を待っていたと言っておったが、約束でもしていたのか。こいつに説明させるには無理がある。俺は行く。玲子さんのやり残したことをやり遂げたいんだ。歩いたらどれほどかかると思ってるんだ。確実に日が暮れてしまうぞ。お前、玲子が来ないなら一人で行けばよいではない。山の風が流れ込んでいるようだな。なあ、サント。合わせない方がいいんじゃないか。地鳴り。怨念だ。先生、今のは。出る。軟弱なやつめ。うるさいぞ、にゃんこ先生。どうした。名を返していただきたく参上しました。水底。気にしないで、お医者様は軽い熱中症だろうって。これで最後。疲れた。やはりな、道理で似ようと思った。よし、払ってやろう。会いたい人間。友人帳絡みではないのか。夏目、迎えに来てやったぞ。何やっとるんだお前ら、ガキか。うるさい。夢のようでございました。実は取り付いてやろうかと思った頃もありました。ん。どこへ行く、夏目。にゃんこ先生。夏目を食うのは私だ。こいつとはそういう約束だ。ねえ、バカめ、バカったれめ。だからガキはスカンドだ。おお、始まった。まったくだ、バカでかなわん。地に縛られた者が帰るのは簡単だ。案外成仏してしまったかもしれんぞ。でも先生は最後までそばにいてくれるんだろ。打っていいってことかそれ。僕も好きだよ。不気味な笑いだな、夏目。あ、先生、いつの間に。仕方ないだろ。また出直さねばならんとは。もう遅いわ。うるさいぞ先生。ん、授業までに戻れるかどうか。レイコメ、相変わらず罪作りなことよ。僕たちは親分子分の関係じゃない。役に立つ立たないじゃないんだ。さっぱりわからん。そろそろ季節だって聞いて。数も減っているらしいし。そうですか。あいつあの人についてるのかな。そのようだな。やれやれ。若い頃のあの人とはよく話をした。しばらくはずっと一緒にいた。私らは友人関係ではない。飼い主とペットの関係だ。なら私が名をつけてやろう。どうだどうだどうだ。地味に眩しい。名前キヨってことにしないか。好きにしろ。